ニックチャンネル。イエーイ。Hello everybody。ニックチャンネルのニックことニコラス・エドワーズです。今回もよろしくお願いいたします。本日のお題は僕日本在住ですね11年もう経っているんですけれども、いまだにやっぱり家族と話してたりとか、アメリカにいる友達と話してたりとかするときに、日本ってで結構言われたりするんですよ。日本って こういうことなんでしょうっていうね、アメリカ人が日本に対してしている、盛大な勘違いをちょっと紹介していきたいなと思っておりまして、アメリカではすごく日本ってこういうイメージがあってこういうことなんでしょうって思っていることが、実は日本に住んでるものからしたらみたいなものが実はたくさんありまして、ちょっと今日は面白おかしくその話をしていけたらいいなと思っております。その1、日本ってスイカが四角いんでしょっていうことをよく言われるんです。毎回それ言われるたんびに反応一緒です。ちょっと違うなっていうことですね。日本には間違いなく四角いスイカっていうのは存在しますけどもねっていう、ことを心の中で考えながら、その勘違いを正していこうとするようにはしているんですけれども、日本の果物がみんな 変な形といいますか、特殊な形に栽培されて、その風に、全部がなっているんじゃないかというふうに、アメリカ人勘違いしがちですね。四角いスイカって見たら結構印象にも残りますし、物珍しさもあるんで、それが浸透していってしまった、経緯っていうのは理解はできるんですけど、スイカが四角いんでしょって言われてしまうと、いや別にそういうわけではなくってですねっていう、風にちょっと正していく必要がありますが、スイカが四角く、されている、育てられた時に育てた人がこうなんか箱に入れてたりとか、四角いところに閉じ込めて四角く育つようにしているところはあって、確かにそれ高級品といいますか、ちょっとなんかすごく美味しくて物珍しいスイカみたいな感じで、地元がそういうスイカを栽培してますっていうような場所の出身の人だったら、お土産に買ったりすることはあるかもしれないですけど、ぶっちゃけ実物見たことあります？スイカが四角いっていうのは日本でもなんかニュースとか、そういうバラエティ番組とかで見たことは間接的にですね見たことはあるんですけれども、目の前で四角いスイカは見たことないなというのを改めて毎回、思ってしまっております。ああっていう反応なんですけれども、アメリカ人に言われる、日本ってロボットが接客してくれるんでしょっていうのがその2でございます。ロボットがこれちょっとネットで調べてみたんですけど、どうやら福岡とか九州の方にですね、ホテルでこの受付だったりとか人間型のロボットが接客してくれるホテルがあるみたいで、それは確かにねニュースになるわなとは思います。客観的にで確かに、都市部とかですね、書店だったりとか、ペッパーくんって皆さんご存知の方が多いかと思うんですけれども、ペッパーくんがいわゆるロボットが、そういう商品の案内してくれたりとかっていうことはあるんですけれども、日本ってロボットが接客してくれるんでしょっていうふうに言われてしまうと、ちょっとどうしてもクスッと笑ってしまいますね。テクノロジー関係のイメージがやっぱりすごく強いんですよね、アメリカ人のその日本に対するイメージ、何事もこうテクノロジー化されていて、ロボットがなんか運んできてくれたりとか、確かに回転寿司そういえばなんか新幹線みたいなやつに乗って運ばれたりする場面はありますけども、日本人の間で全然認知度が低くて、アメリカ人が日本に来ると絶対行ってみたいって思う場所が実は一箇所ありまして、僕も一回行ったことあるんですけれども、歌舞伎町にですねロボットカフェっていう、ロボットレストランっていうんですかねっていう場所がありまして、もうよくそこで行列できてたりするのを見かけるんですけど、行列の9割外国人の方ですね。そこの差ってすごく面白いなって思って、日本って言えばロボットレストランでしょ
ていうイメージでまあやってくるわけなんですよ。で確かにその中にはちょっとアニメの世界だったりとか日本に対するまあちょっとなんか偏ったイメージみたいなものを演出にかけてこう繰り広げていくなんかレストランって言いながらもどちらかというとまあ舞台なんですよね。ポップコーンとか食べられるんですけど確かに。なんか思いっきりそれが日本っていうことになってしまっていてあんまりにも言われるから友達と一緒に行ったんですけれどもまあちょっとあんまピンとこなかったなっていうなんか面白かったんですけど日本に長く住んでるものとしてはどこも別に日本らしいものは何もなかったなっていう風な印象になってしまいがちなんですよね。まあ、でもそれね面白がってもらえるのは僕が言うのもあれですけど嬉しいなっていう薄々ちょっとこう感動話はそこには確かにございました。続いてですねまあ、ちょっとなんだろう熱すぎる話題なのかもしれないですけど個人的にちょっとクスッと毎回笑ってしまう話題なので紹介していきたいと思います。その3、日本人ってクジラばっか食べてるんでしょっていうこれもまたねなんか食べないとは言わないみたいな反応になってしまうんですけれどもアメリカ人ってまあ皆さんも結構有名な話ですけどクジラは食べ物じゃありませんみたいな、まあ、運動がまあなんかされていてごめんなさいちょっとすごく嫌そうな表情してしまって申し訳ありませんちょっとよくわかんないなとは思うんですけどまあそのクジラをまあ確かにね気にしなければいけないとは思うんですけれどもそのクジラの頭数が減ってしまったりとかそういうことは気にすべきだとは思うんですけどすごくそれが事実以上にね取り上げられているイメージが僕にはありまして、まあ、実際クジラって確かに探せば日本で、まあ、食べられるところはもちろんありまして別に日本人ってクジラ食べるんでしょって言われるほど食べてるかというとちょっとそこは僕的には疑問でして食べたことはあるんですけどクジラベーコンとかたたきベーコンとたたきのイメージがとにかく僕はすごく多いんですけどなんか特別こう感動する味かというとなんか美味しいですっていうイメージしかないですのクジラにやっぱこう全体的なテーマなんですけどアメリカ人とか、まあ、もしくは英語圏の人とか外国人とかがそれぞれの国で絶対にありえないことが日本ではこうなんでしょっていうもの珍しいせいでなんか事実以上にどうしても報道されてしまいがちですけどクジラはまあそうね食べなくはないねっていうような結果じゃないですか普通に考えたらでもまあどうやら毎朝クジラ食らってるみたいな認識をされておりましてクジラ肉とか、まあ、確かにクジラ食べられるようなところに行けばメニューに載ってたりするじゃないですかクジラベーコンとかクジラたたきとかっていうのは出てくるんですけど、まあ、言われるほどめちゃくちゃ食べてるイメージはちょっとないなっていうことでございます。その4、まあ、これもね確かに不思議な文化だし言われるのも仕方ないけどこれもまたなんか日本に住んでる人からしたらもしくは日本人からしたらああねってなる文化です。その4、レンタル彼氏です。まあこれもうちょっとお題を広く取り上げていきたいんですけれども私生活でするような行動をまあお金払って誰かにしてもらうっていうサービスがとにかく日本は確かにたくさん存在します。レンタル彼氏だったりとかまあ仮に何だろう膝に頭を置いて耳かき耳掃除してくれるなんかお店とか添い寝だけしてくれるなんか全然こうエロいやつじゃなくて純粋に添い寝してくれるお店とかまあ存在はするみたいじゃないですか見たことないですけどやっぱそこの文化って海外の人からしたら何だろう逆にもっとこう文化の違いの大きなものキャバクラとかみたいな場所も実を言うとアメリカにはほとんどないんですよ。基本的にその誰かと一緒に飲んで喋ったりするっていうことであろうと、まあ、当然耳掃除だろうとなんかお金を払ってそれをしてもらうっていう文化がアメリカにはないんですね。お酒を飲みながら一緒にテーブルに座ってこう飲んでくれる、まあ、女性であろうと男性であろうとっていう文化がまずアメリカになくて本当は
あの誰かに耳掃除してもらいたいんだけど、こうしてくれる人がいないからお金払ってしてもらおうっていうことが、とにかくアメリカでは見ない見かけない文化で、すごく不思議がるんですよね。まあそれこそあの有名なもので言うと、日本人でも認識高いそのメイドカフェとかみたいなのも、あの例えば猫カフェとか、あのそういう動物と触れ合いながらコーヒーを飲むとかみたいなところもほとんどなく、ぶっちゃけレンタル彼氏利用されたことある方います？きっと中にはもちろんいる、いなきゃだってもうそのサービスが存在しないわけだから、いるにはいるんだろうけど、なんなら多分利用したことある人を知らないしっていうぐらいに、日本ではそんなに結構影薄い文化じゃないですか。なんか存在はしてるけど、そんなになんか表立ってこう日本といえばっていうイメージはないのに、アメリカ人めちゃくちゃそのレンタル彼氏をネット上の記事とか、なんか日本にあってアメリカに絶対ないもの特集みたいなの結構あのネットとかで見たりするんですけど、必ず出てきますレンタル彼氏。そんなになんか1店舗とかっていう話ではないんでしょうか。結構あれって盛り上がってる業界なんですかね。あの、まあ、今回のコメント欄のお題ということで、あの外国人が不思議がりそうな文化なのか、あの今日話したものの中で、いや実は私はその文化にすごく深いご縁があるんですけれどもっていうような方、もしくは利用したことがある方とか、ぜひ教えていただきたいんですけど、体験談も楽しみにしてます。皆さんよろしくお願いいたします。最後に紹介するのは、あの結構皆さんも共感してもらえるんじゃないかなとは思うんですけど、とにかくアメリカで報道されまくった文化が日本ではあと一つ、まあ、きっともっとたくさんあるんでしょうけど、あと一つあります。5つ目、キャプセルホテルでございます。あのアメリカで死ぬほどニュースとかで報道される割には行ったことないですよね。ほとんどの人は。一番不思議に思うのは、キャプセルホテルって大してアパホテルより安くないっていうところなんですよね。アパホテルとかなんかルートインとか、そういう結構安めのビジネスホテルってあったりするじゃないですか。キャプセルホテルってもう本当キャプセル1個しか使わせてもらえないから、めちゃくちゃ安いんだろうなって、もう1000円とか2000円とかそんな世界なんじゃないかって思うと、意外と普通に4000、5000ぐらいして、あの正直全然その辺のビジホ、あの効率した自分の空間を持つようなホテルに泊まれるんだよなっていう。あのキャプセルホテル1回だけ興味本位で、あの新橋のキャプセルホテルに泊まったことあるんですけど、ちょっとよく分かりませんでした。あの雰囲気にハマる人がいるということなのかよく分からないですけど、あのとにかくキャプセルホテル、キャプセルホテル、めちゃくちゃ日本にはこんな面白いものがあるぜって報道される割に、日本の中でのその使用率っていうか、なんですか、あのあんまり低いんじゃないかと思います。逆に言うと、キャプセルホテルに泊まるぐらいだったらスーパー銭湯みたいなところでいいなって思ってしまうんですよね。まあ、新宿っていうか都内の人からすると、あの新宿にテルマ湯っていうところがあるんですけど、スーパー銭湯のちょっとおしゃれ版みたいなところなんですけど、キャプセルホテルに泊まるぐらいだったらスーパー銭湯でなんかちょっとこうゆっくりしながらソファ席座って寝ながらの方がよっぽどなんか楽しいんじゃないかなと思ってしまうんですけれども、とにかくね、あのやっぱり中から見た目線と外から見た目線って圧倒的な違いが多いなっていう。あの日本の中では、まあ、確かにあるけど、そんなに別になんか、うん、あるけどっていう文化が、海外ではもう日本といえばってなってしまいがちなこと、不思議なのを5つほど紹介させていただきました。皆さん少しでも面白かった方、または勉強になるかな、今回勉強になった方、ぜひ、評価やチャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてトークいち早く知りたい方は、通知ボタンをポチッとオンにして、雑何もさしてない、ここにあります。あの概要欄の上にですね、通知ボタンというのが、あのベル型のボタンがありますので、ポチッとしていただきまして、僕の、YouTube 以外の活動についての、情報は概要欄に載せてますので、よかったらチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。
ということで、皆さん今回もありがとうございました。最後までご覧いただき、ニックチャンネルのニックことニコラス・エドワーズでした。はいはい、バイバイ。